お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの小賀店ゴブドルルーカやっていくんですけど、まあ今日の動画はチャンピオン持ってない人に対しておすすめデッキかなっていう、まあ普通に強いんですけどね、このデッキ自体めちゃくちゃ強いんですけど、チャンピオンにも強いで、チャンピオンが入ってないっていう、まあ、チャンピオンね、キングレベル、タワーレベル14になんなきゃゲットできないので、まあ時間がね、やっぱクララは、まあ、お金使えばすぐねいけるかもしれないんですけど、時間をめっちゃ使わないといけないので、まあそういった意味では14年になってない人も多いと思うので、チャンピオンね、このデッキの皆さんもぜひ倒してみてください。で、中身をすごいいじれるんですよ。てか、なんならこのバルキリーがチャンピオンのゴルナイになった方とかも今使われてるんですけど、で、スケルトン部隊は縦の戦士でもいいです。で、ぶっちゃけ僕は縦の戦士で使ってたんですけど、まあ、よりチャンピオンを意識したりだとか、あと使いやすいってなったらスケブなのかなって。あとファイボですね。で、ファイボは僕はもうね、圧倒的ファイボなんですよ。僕10割おすすめファイブなんですけど、だからロケット型で結構使われてるんですよね。そう、ロケで、まあ、最後の削りだったりとかだと思うんですけど、ファイブの方はね絶対いいと思うんですよね。そうなので、まあね、この方で今日はやっていきたいと思います。で、チャンピオンね3種類いますけど、圧着位、スケキン、ゴルナイ、まあスケルトン部隊が、まあ、圧倒的圧着位に強いですね。圧着位に強くて、まあ、ゴルナイにも優秀。ゴルナイの突進って10体までしかいかないんですよ。まあ、だから普通にスケベでも守れるよねっていう。あとはね、ゴルナイの防衛は高めの位置で守るってことがない。タワーの近く、この辺でね、守っちゃうと突進されてダメージ受けちゃうんで、この高め真ん中とか、まあ、高めで受けるっていうのが、まあ、ゴルナイに対してなんか基本的なね、防衛方法だと思ってください。で、まあ、ゴルナイで圧着スケベボコボコ、なかったらまあバルキリーでも受けれますし、あとは何だろう、あと何がいるっけ、スケキンか。スケキンはもうバルキリーでも、はい、オワコンですね。バルキリーで刻めば、なんならバルキリーをあえて出さないみたいな。ちょっと待って、相手にスキルを使わせてからの、バルキリーとか、ね、2コス美味しくいただくとかもできるので、なんかチャンピオンには強いよね。で、ウッド使ったから、これスキャミでも守れる。テスラでも守れるんですけど。あー、これ間に合ったら熱かったっすね。ボンバー残れば。いや、間に合ったのかな、なんか際どい。これさ、どっちにウッド打つ、めっちゃ入るよ、あのスケ。回ってないのか。あ、回ってる。さあ、で、今回チャンピオン、対チャンピオン動画なんだけど、普通に 2.6 フグ引いたっていう。まあでも、このデッキね、マジで、本当に強いの。なんか安定感が違うね。で、対空がね、ちょっと少ないんで、ラバクがきついじゃんってなるんですけど、もう2-1プランでゴリゴリ攻めると、なんか、あれ意外と勝てちゃったっていうことになりますね。まあ、バルーンには、テスラとゴブドリともファイボでね、しっかり守れて、あとは2コス系でしっかり攻めることも大事っすね。ボンバーファイスピー、ウォールブレイクあたりはね、めちゃくちゃ出します。回数が一番多いと思ってください。出す回数がね。もう1コス2コス系はね、いっぱい出しまくってあげて、まあそんな感じですね。で、ラバは、まあラバルだったらまあ、すごい大変かもしれないんですけど、まあ言ってそれも結局、ね、テスラと、ゴブドリ。だからバルはね、ゴブドリテスラ、まあテスラゴブ折りでキング起動できるんですよね。あ、これなんかミスった。ウォールブレイクでミスった。そう、まあ、それがちょっと強いんで、ちょっと暇なんで、スケブぐらい出しとくか。スケブだけちょっと暇しちゃうね。で、これ僕はできるだけ1、2コスで回すと、このね、相手の高回転のホグに対して、まあ、テスラが追いつけるよねっていう話。さあ、大砲がすごい。大砲がすごいね。で、これですね、2コス、2コスで、一旦3コスを挟まないといけなくなるんですけど、まあ、じゃあゴブドリ使ってあげるか。はい。で、まあ、次にはテスラがあるよねっていう話でね。さあ、もう一回来るかな、もう一回来そう。一応テスラあります。OK。いや、相手のホグにはめっちゃ強いな、俺。攻めたいんだけどさ。いやー、いいファイボ。地味に当たっていく。さ、かすらせて、ドリル飛ばして、テスラあるんでね。あれ、ミリ来たらファイスピぐらい。OK。さあ、テスラ。あは、戻ってくんじゃないよ、何やってんの。さあ、そんなわけで、チャンピオンデッキにもね、しっかり戦える。あと、万能なんすよね。マジで。なんか陸でゴリゴリ攻められるんで、なんかスケルトン部隊とかもね、意外とプレッシャーになったりみたいな。いや、これ、熱いんじゃない、これ相手からしたら受けにくいですからね。あー、なんで帰ってくない、ちょ、待って。めっちゃ帰ってくない、俺のゴブドリの位置がいいのか。狙ってるわけではないが。さあ。で、これワンチャンホグが早いね。回転が早いね。ファイブ打っちゃうか。ちょっと負けないね、立ち回りで。ファイブ打って、しっかりダメージをね、抑えていきます。やっぱ回転がね、相手もそこそこ早いので、2.6 なんでね。よいしょ。
さあテスラ置いて、あとはボンバですね。でこれウッド咲いたんでウォールブレイカーでも攻めてあげて、であとゴブドリで5打って、でまあロケ型な、ロケ型縦線型いろいろ中身切れる。でまれにゴブリンもいるんですけど、まあゴブリンはちょっと使い勝手悪いし、圧着にもねそう戦いにくいので、まあ縦線スケアミあたりはね優秀だね。よいしょ。さあそんなわけでこれも一回攻めてもいいかもね。相手も攻めてきます。んでドドスコ、ドスコイ、ドスコイ、やはあと600なんだよね。あと600がなかなか、いやでもこれあれだ、もしかしたら右が落ちるやつ、稀にある、逆が落ちる。さあファイブもね、まあこういう時にロケットあると楽かもしれないけど、まあファイブでも全然戦えるよねっていう。さあネクストのファイブ圏内ですね。さあこれテスラ回しちゃおう。よいしょ、テスラが回って、まあ釣れてないんですけどね。さあナイスと、チャンピオン引かなきゃね、チャンピオンを倒しましょう。でもチャンピオンね、何にも負ける要素がないというか、なんかスケとかを、ん？スケってスケじゃねえな、ウォールブレイカーとかファイスピとか、とりあえずバルキリーとか何でもだけど、ゴルナイぐらいかな、ゴルナイに対して、まあ事故られる可能性がある。なんでしっかりユニットの位置大事にね、やった方がいいっすね。本当に。もうこの辺に出したら、ゴルナイダッシュでね、まあ、ダメージいける。スケベだとまあ10体までしかいかないから受けれるんだけど、上目に上目にね、マジゴールナインの時は上目に上目に、あとまあテスラ置いとくのも便利ですね。テスラ置いとけばもうなんとかなる。さあそして今回間は圧着いですね。まあ、圧着いにはしっかりボンバー合わせてあげて、もうボン一番ね出場回数多いと思ってください。あとスケルトン部隊あればいいので攻めちゃおう。透明か、透明か、透明か、忘れてるぞ。透明化来てくれたらね1アドだったんですけどね。うん、さあここはテスラと、で今回の相手はラムデッキ、メガラムかな、メガナイトのなんか最近ちょっと流行ってるやつじゃないかな。あーゴースト、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 起きなさいあなた、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これはあーこれはまあバルキリーでいこう。おいしい、さあ刻んであげてね。でこれはね行ってもいい気もするけど、メガナイトだと思うんですよ。まあワンチャンペッカがある、踏まれるのも怖いんで、一旦10コスまで待とう。で、これでね、相手はまあゴースト来たってことは、まあ、相手の方が俺より4コスト多いっていう、まあ、理論にはなるよね。基本的には。さあ、アーチャクイ。アーチャクイマジでスケベで終わりなんですよね。本当に。アーチャクイね。弱いんすよね。ぶっちゃけ。弱いは言い過ぎ？俺の中で弱いんだよね。あ、なんか相手めっちゃ攻めてくれたんだけど、逆にそれはそれで、ね、美味しい。テストラにライトって今タルバも使ってるんで、これで終わりですね。さあ、ジジ。確実に入っていく。ただテストラがね、ライトニングに出てこなかったので。さあ、あと7と。というわけで、まあ、タルババ来そうとかだったらね、低めにスケルトン部隊出したとか、まあ、ウッド持ちだったら、まあ、最悪ファイボでね、防衛とか。まあ、あと低めバルキリーとかでもね受けれますし、まあ基本的に何でも受けれますよね。圧着衣は圧着に対してだけは優秀ですね、この一機。さあ問題はこのメガナイトとかの乗り換えちょっとだけ大変かもしれない。スケルトン部隊はまあ使ってもいいけど、圧着に取っておきたい気もしないことはないと。でここですね、相手タルババだったので、ここで低めに出すんですよね。そうすると絶対残るんですよ。で怖かったら5ぐらい打って、もう打たなくてもよかったんですけどね。そうそうそう、みたいな感じで、しっかり相手のね、カードを把握して、ウッドかロリババかで出す位置、出すタイミングとかも考えながら。さあ、いや、すごいね、来ますね。これ、あと7、あと7はね、もう出現ダメージ、これ、現れるだけで、ニョキーン！オーケー。さあ、ナイスと。まあ、なんで、圧着引いたらもう美味しいと思っていいっすね。そう、他にも意外とゴールナイス経験当たんないからな。そうそうそうよ、よろしく。ファイスピで削る。まあ、基本的な立ち回りはほんとマジ、1、2コス大量生産だと思ってください。まあ、ここだけはちょっと悩むんだけど。一瞬待とうかな。バルーンかホグか。バルーンかホグか。チャレンジ系はね、誰でも使えるんですよ。圧着いけない持ってたら。でも、持ってない、また26だ。いや、26多いね。26環境が来てるのか、もしかして。さあ、これちょっと一回真面目に防衛します。よいしょ。
さあダメージ減らしてね。で、ウッド使ってくれたら使ってくれたで、僕はね、ウォールブレーカーであったりとか、周りが生きてくるんで、めっちゃ26多いじゃんっていう話を。さあ、ちょっとワンテンポ待って、1コスなんか割いてもらってから追加して、大砲をさってみてほしいかな。さあ。はい、ナイス。ファイスピード。ファイスピードダメージを抑えて、まあ、あとボンバーですね。マジ、ボンバーがね、一番ファイバーも打ちにくいし、ウッドも耐えるし、っていう最強なんですよ。サイドファイブ打ってきた。もうどうしようかな、これ。ファイブ削りしてもいいけど、まだする必要ねえか。そのマスク来たんで打つね。いや、しかもスキンにも当たる。まあ、読んでた。多分。とは、でかいです。で、ウッド抑えたら、スキャアメ防衛もできるよね、っていうので、まあ、ウォールブレイカードリルにね、ファイスミにウッド使わしてるのはスキル防衛が理想です。さあ。ウォールブレイカー。うん。いや、デッキパワー高いっすね。これ本当に。冗談抜きで。で、1コスからの、さあ、テスラで。いや、これファイスピはね、左に。よし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 。いけ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 。いや、マジ強いからな。で、まあ、あとはドリルとウォールブレイカーだからね。で、ドリル飛ばす位置は2択で、手前か横です。さあこれね、地味に受けにくいですよ。はい、これで蓋してからの、これボンバがね、そう、地味に入るんですよね。で、ウォールブレーカーで飛ばしながら、1コスで回したら、次のホグにね、テスラが間に合うよっていう。だから、なんか残ってるんで、で、もう一回こっち行って、ドリル。で、ウォールブレーカーまで行っていいの、これ。そう。いやー、ファイブ打ちていいけど、いや、いいウッドや。いやー、いいアイゴルや。で、またテスラあるんでね。まあなんならテスラにじゃなくてもいいっていう、このスケルトン部隊もあるんで、相手がウッド絶対割いたなっていうタイミングだったらスケルでも守れます。まあこうしてると相手の攻め入んねえのに、俺のこのダメージだけね、コツコツ入っていくんで。オーケー。さあテスラ、ファイスピぐらい添えてもいいけど、攻めに使います。で、できるだけ低コストですね。低コスト、低コストで低コストで回して、低コストで回せば、相手のホグに対してテスラが回るんで。2、2、1は絶対で、もう1回たまに4ぐらい。さあ、で、テスラと。いやまた2回目の26はなんかちょっとあれっすね。もうお腹いっぱいだね。26はもういいよ。さあ、で、低コスト、低コスト、低コスト。低コストで回すの大事だね。さあ、これは一旦守ろうか。よいしょ。あれだってスケルトン部隊にウッド持たないといけないし、テスラも突破しないといけないしっていう。相手からしたらツラツラだよ。まあ、これ絶対いきます。うん。ごめんなさい。嘘ついた。これスキャミで守れそうですね。あのファイボとかも打ちたいぐらい。いや、これあれだな。下にファイボ来そう。いやー、ですよね。そんな気がした。いや、もう未来が見えちゃうんだよね。あーはーはー、あと800削るの大変なんだよ。あと800。いやでも好き、強すぎる、それは。さあ、で、大砲が出てくる。ファイブ打って、一発どうすこい。ナイスー、ファイボ圏内か。ファイブのダメージがわからないけど。さあ、ゴブが。ゴブ殴ってもらってほしいな、殴ってもらって。ファイボ圏内グッドゲームというわけで、いや、チャンピオン、ちょっと当たんない。当たんないんすけど、マジでチャンピオンにはね、本当に強いと思います。バルキリー個人的にすごい優秀かな。アーチャクエも受けれて、ゴルナエも受けれて、スケキンも受けれるんで、チャンピオン勝ちたいよって方とかは、もう自分のデッキの、なんだろう、ナイト、ダクプリ、まあ、ミニペとか、まあ本当その辺のカード全部ダクプリじゃねえ、バルキリーにしちゃえばね、チャンピオンはボコボコにできると思うんですよね。そう、対策したいならね。まあ、あとスプレーならライトニングとかかな。まあ、圧着用になっちゃうんだけど。入んねえかな。さあ、テスラ。なんでしょう。なんでしょう、ナイト。いや、また同じのホグみたいなデッキだな。全然チャンピオン当たんないじゃんっていう話。あれ？同じような。同じのデッキだね。さあ、問題は、コウモリ。コウモリだね。さあ、テスラかな、これは。真ん中。ファイブ使ってくる。いや、熱い。ウッドか。いやー、これは、ここでウォールブレーカーで、まあ、ナイトだったんで、普通にチャンピオン入ってないですね。ただの、ここでウォールブレーカーのやり子かな。コウムリいたよね。コウムリいたはず。いなかったら、マジアジアだけど多分いると思う。さあ、ボン。とりあえず、ボン。最強、ボン出して、拾います。
拾えません、ごめんなさい。いやーでも強いんだよねスケブがね。だってスケブを突破する方法ってもう見てからだったら突破できないじゃないですか。だから読みウッドをしなきゃいけないんですよ、読み矢の雨。だから一回スケアミ見せた後は絶対読みスプレーが飛んできやすいからこその出さないっていうのがね意外と大事なんですよ。いや打ってきそうっていうタイミング絶対あると思うので、その時ね、あえて打たないと、あ入ってるだけか、あえボム優秀、あえて打たないっていうのが意外とね刺さります。で相手に攻めウッド、攻め矢の雨とか読みスプレーとか使わせてからのみたいなね。そうしたらそうしたらもう無双しちゃいますから、僕のウォールブレイカースケアミドリル。まあそういった時にスペルがない時って絶対ユニットを守ってくるので、ドリルにねプラス5とかも打ってあげるっていうのがいいね。いやそれに関してはね天才。いやでもそれでもこれで入っちゃうっていうのね壊れなんですよね入っちゃうというか守れちゃう、スケルトン部隊今のはやばいね、あれやばいね。相手で攻め打って当たってるもんね。スケルトン部隊結構真面目に下方来ていいぐらいだと思うんだよな。さあウッドしたいのか、さあ次はしてこないと。で、ファイスピー、コウモリかなこれ。コウモリやったらファイブ打ちたいけど。テスラ。まあ、打っていいよね、ぶっちゃけ。もう僕、タイブレイクというか、ね、相手の攻め入るの限られてるんでね。正直。テスラ打てけば通んないし、ね。さあ、で、スケアミと。最強。いや、でもここでウッドは、いいウッドがね、飛んできましたと。で、さあ、ゴリゴリ行きましょう。ゴリゴリ行って、このバルキリーがね、多分残るので、この間にね、ドリルでちょっとプレッシャー与えていきたい。なんだろコウモリ、いやーいいウッドで終わるっすね。いいウッドで終わりそうだけど、あれウッドが、さあナイス、ウッド使ったんでね、スキアミ高めの方がいいね。低めだと5来ちゃうんでね。さあ相手このねスケルトン部隊向けなきゃいけない。でナイトの受けがなかったらねウォールブレイカーで受けれなかったけど、さあそんなわけだともうゴブドリ5ゲーで一応テスラ当たればラッキーぐらいの感覚で内側めいね。でボンバーと。でもう高めテスラで 100% でこれファイボ飛んできてもガン無視、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 ガン無視ロワイヤルで、勝ちと。まあ、ゴブドリがねなんか思ったより強いんですよね。まだ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 使えるっていう、結局ね、まあ、ゴブドリが強いというかテスラとか周りが強いのもあるんですけど、まあ、その中でチャンピオンにも優秀です。当たってないですけどね。はい、というわけでちょっとチャンピオンと全然当たんなかったんですけど、マジであのチャンピオンは非常に優秀なデッキだと思うので、ちょっと皆さんもぜひチャンピオンやだよって方は使ってみてください。でまたねチャンピオンデッキもすごい紹介しますし、チャンピオン入ってないねチャンピオンに強いデッキも今後でね、紹介しようと思いますので、ぜひそちらもねチェックお願いします。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんです。またねー。